Brighton scientists unlock the secret of the Stonehenge stones. University of Brighton academics have unraveled the 400 year old mystery of where the Sarsen stones used to build Stonehenge came from. July 30, 2020. There Year investigation has discovered that most of the large stones that make up the iconic main southern circle and inner territory horseshoe of the monument came from around 15 miles to the north in West Woods on the edge of the Marlborough Downs, Wilshire. 同じ内容の記事が日本経済新聞7月31日付の朝刊に紹介されていましたのでそのまま読ませていただきますストーンヘンジ巨石は25キロ北からロンドン共同イギリス南西部にある世界遺産の環状遺跡ストーンヘンジについて 立ち並ぶ巨石の大半が約2 5キロ北方から運ばれたことが英国ブライトン大学などの調査で判明した英国メディアは29日巨石の起源をめぐる謎が解明されたと伝えたロイター通信などによると調査の対象は馬邸系に 組まれるなどした約50の,50の石,石から抽出した筒状の細長い資料の入試が可能となり2 5キロ離れた場所の砂岩と成分の特徴が一致したそして次の説には次のようにありますここが重要です1950年代に ひび割れした石を補強した際、作業員の一人が許可を得て記念に石の資料を持ち帰っていた。もう一度繰り返します。1950年代にひび割れをした石を補強した際、作業員の一人が許可を得て記念に石の資料を持ち帰っていた。で、その後 資料の所在は不明とされてきたが米国に移住した作業員が2018年調査目的で資料の返還を申し出たサーセン石は紀元前2500年頃に建てられたとされ最大のものは高さ9メートル繰り返しますサーセン石は紀元前2500年頃に建てられたとされ最大のものは 高さ約9メートル、3 0トンの重さの石もあるそしてこうあります運搬方法は依然不明だが調査チームは石の大きさを考えると引きずったかローラーのようなものに載せて動かしたに違いないとみているがどこにもクレーン車で運んだとは 書いてありません広瀬林浜祭ジャパン Russian website shows stunning photos of what appears to be Stonehenge being built. It provides detailed information about how the British government immediately built this New Age cult site and speculates the fact that it may have actually built from scratch or at least remodeled. It is not at all the original ruin, but it is surely a replica of the original. These pictures are stunning, nonetheless, and here I show you more photographs I have kept in the last three years. Stonehenge was 1950s 全くのさらちの上に建てられたレプリカでした。それについての動画はすでに3年近く前の2014年の2月19日に発表しました。ナンバー703の動画がそれです。預かり持っていた写真の一部をその時公開しました。あるロシア人の情報提供者から 受け取ったものです。で、発表当時、多くの人たちから辛辣なコメントが届きました。日本人の方からもありました。もちろん、私は、イギリス政府からの抗議もあるものと覚悟していましたが、それはありませんでした。それから3年、私、林宏氏は、この3年間、預かり持っていた未発表の写真を、 ここに公開します。全く同じものがすでに Google コムの方で公開されているのが分かったからです。が、今日のテーマはこれについてではありません。最近になって、つまり KGB がこうした暴露写真を発表するようになった後のことですがあちこちのサイトでストーンヘンジは過去何度もリペア、つまり 回収されている。1950年代にもなされている。というコメントが出されるようになったということです。おかしいと思いませんか私もそんな話、つまりリペアの話を少なくとも2014年以前には聞いたことがありません。だから2014年にナン、no. バー703の動画を発表しました。 が、写真が暴露され、それに続いて、最近になって何度もリペア、つまり、回収されていると。回収というレベルのものかどうかは、皆さんの判断にお任せするとして、繰り返しますが、暴露された写真を見る限り、ストーンヘンジは全くのさらちの上に再建設されています。 これを回収という方が無理なのではないでしょうかというような、はっきり言えば現実に合わせた筋褄ま合わせがこの世界では多々あります。例えばこの日本の銅鐸についても、どこの考古館間行っても最近ではこう説明されています。銅鐸は金ということになっているが、 定説はない。定説はない。定説はないと。私は子供の時から、銅卓は金と学校で教えられてきました。また、そういう答えを書かないとテストでは罰でした。が、今になって、定説はないと。全くのさらちの上にストーンヘンジを再建設したことをリペア、つまり、 修復回収という、私はこうした言い方の中に、考古学者独特の狡猾さを感じてしまうのです。わかりやすく言えば、私たちは考古学者のいいように操られているということです。ともあれ、それがリペア、つまり修復回収であるかどうか、それを判断していただくために、今一度皆さんに itoima Hiroshi City, Japan: Good evening. Our program tonight is about a monument which is one of the wonders of the prehistoric world of Western Europe, Stonehenge. And here it is. Now, what was it like originally? who built it when did they build it and how was it built and for what purpose uh, we don't know the answer to all these questions we know some of the answers or part of the answers to some of them but we have in two people who recently completed this season's excavations at Stonehenge who are perhaps better qualified than anybody 1952年から1953年にかけて、ストーンヘンジは再建設、再建設されています。全くのさらちの上に、全くのさらちの上に、 どこから持ってきたかわからないような大きな岩を並べて再建設されています。どの岩も色や質感が同じで人工的に削り取られたような痕跡も残っています。さらに中にはコンクリートで作られたような岩もあります。が、これに対して UK の人たちはレストレーション、つまり修復という言葉を使い、今になって修復しただけだと説明しています。 が、全くのさらちの上に、どこから持ってきたかわからないような岩を並べ、それを修復というのには、無理があるのではないでしょうか。それについては、43分30秒後から説明するとして、ここでは私の、林宏志、ストーンヘンジカレンダー説を先に説明します。ストーンヘンジ周辺には、オーブレーホールという穴があります。 その穴はカレンダーであったというのが私、林博士の説です。まずその林博士、ストーンヘンジカレンダー説をどうかお聞きください。それにしても、1952年、1953年にかけて、ストーンヘンジは修復されましたが、その翌年の1954年には、早々とこのようなプロパガンダ用の、えー、映像が発表されています。 全体で20分ほどのテレビ番組かと思われますけれども、その中には修復とか再建設という言葉は一言も出てきていません。つまり、このような形で私たちの歴史そのものが捏造されてきたということになるのかもしれません。つまり、ストーンヘンジの謎の向こうにはそうした陰謀も隠されているということになります。 Blue これが KGB が暴露したストーンヘンジの写真です。でもし KGB がですね、こうした写真を暴露しなかったら、今でもイギリス政府はですね、修復したという、 言葉は使わなかっただろうと私は考えています。まあ、ともあれ、この写真を順に眺めてみるとですね、これはもう修復ではなくて、いわゆる育ちの上にですね、新しくストーンヘンジを再建設したというふうに理解するのが正しいということになるのではないでしょうか。まあ、しかも、かなり荒っぽいやり方のように、 見えますね。なんて言いますか。全体を捕虜を起こしてですね。で、痕跡を探しながら、その場所に、その石を並べるというよりもですね、あらかじめ場所を決めておいて、穴を掘って、そしてその中に、まあ、岩らしきものを建てていったということになります。しかもですね、エイブベリーのロックと岩と比べてみてもですね、このストーンヘンジの 岩らしきものはですね、同じ質感と言いますか、同じ色、同じふわいだということですね。えつまり、同じ場所で、まあ、一か所で同じような岩を、まあ、使って作られたという、まあ、疑いもあるわけです。そして、明らかにコンクリートで作ったような岩もあります。まあ、それについては、この続く動画の中で説明します。 さらに手の込んだことにですねこの再建設されたストーンヘンジを元にして、元にしてですね古い写真も捏造されているということです、まあ、1900年代の初めですね頃ろに捉えた写真に見せかけてですね、まあ、そのような写真まで捏造されているということですそして、まあ、このような形で、まあ、ロシア側からかですね KGB ですけども まあ、その KGB からこうした、まあ、露写真が、まあ、公表されるとですね、一点、孫変時は今までにも何度か修復されている。1950年代にも修復されているというような言い方をするようになったということです。何かしら、その向こうにですね、まあ、狡猾なって言葉を使いましたけれども、ずる、ずるさを私は感じます。と言いますか、 こうした、なんて言いますか、そのやり方はですね、私はこの日本でも、そして外国でも、あちこちで感じます。まあ今のところね、感じるっていうだけですけども、まあその時代時代に合わせてですね、もっと言えば分かった範囲で自分たちの説をねじ曲げていくということになるわけです。まあ、そういったことはこれからも多々起きるのではないかと考えています。で、 この、まあ、ここの部分ではですね、この今の皆さんにご覧いただいている部分ではですね、このストーンヘンジが、いわゆる修復、あるいは回収と言えるようなレベルの範囲の中にあるかどうかということです。まあ、それは皆さんに判断していただければ結構かと思いますけども、これはもう回収じゃないよ、というふうに思われる方も多いのではないかと思います。まあ、実は私もそのように感じています。 これはもう回収ではありませんね。で、もっと出ますがまあ、はっきり言えば滑稽なことにですね、その KGB のこうした暴露写真がですね、まあ、公表される前まではですね、何十人もの学者たちがですね、この、まあ、ストーンヘンジを精密に測定していろいろな、まあ、意味付けをしていたという事実です。おかしいと思いませんか まあそれが一挙に総崩れになってしまったというわけです。続く動画をどうかご覧になってください。バイフォーナウ。Hello, this is、uh, Hiroshihaya Shi, Hammam City, Japan.Stonehenge, UK. A concocted ruin with fake rocks, you are cheated, and we are cheated. This is a story about it, and this is a summary about stonehenge Barack, Mr Barack Obama uh, visited Stonehenge just yesterday, and it was uh, informed by uh, tube store uh, and for which i thank you, I thank him very much in Japanese. 皆さんが今ご覧になるストーンヘンジはですね、イギリスの偽岩でできた、あいわゆる熱造遺跡だということです。まあ、簡単にあの続くビデオは長いものですから、簡単に予約しておきます。ストーンヘンジは全く何もなかった平らなっていますか、空き地に1952年前後に再建築されました。石はどこから持ってきたのか分かっていません。 えー、どこからか、かですね、この、こうした岩を持ってきて、そして、えー、ストーンヘンジを、まあ、似せて作ったわけです。似せて作ったということは、まあ、似せの岩ということですよね。あのー、まあ、はっきり言えば、あの、人造の岩、もしくはコンクリート製の岩だということです。 で、これは現在のストーンヘンジです。で、観光客はロープに仕切られて、その中へ入ることさえできません。まあ、特別な人でないとね。で、左下の写真は、この現在のストーンヘンジを元にして作られた、あたかも昔からあるように、う第一次大戦前後からあるように見せかけた合成写真です。その証明もこのビデオの中でいたします。 上の写真はですね、1960年代にある学者が書いた論文にひょっこりと出てきた、あそれ破壊される以前の古いストーンヘイジの写真です。森本聡さんが見つけてくださいました。上が、あの、まあ、破壊される、ま、前の写真、下が合成写真です。 ですから、この上と下と比較すればですね、あの、どこがどのようにっていうか、まあ違う、それをまあ、下の写真が合成だということが分かるわけです。で、バラック・オバマミスター・バラック・オバマが、大統領がですね、た、あの、たまたまこれはあの、ニュースサイトに出てた写真なんですけども、この左、中央にあるのが、これが偽セです、の称号の一つです。あの、 この岩の感じ見てくださいね。みんな同じ感じでしょって言うと、これ一つが偽物だってことは、他のもみんな偽物だと、まず疑ってかかっていいわけですね。よく見てください。これは、コンクリート製の芯にですね、ダラーっとこう、別のコンクリートを被せて作った、いわゆる偽岩です。右が建設中の、えー、いわゆるストーンヘンジの、今のこの岩の比較です。子供がじっと見てますね。 なんだし、中はコンクリートじゃねえか、なんてね、言ってる感じがよくわかります。現在この岩はですね、茶色に色を塗られ、本物なら色を塗る必要ないし塗ってはいけないでしょ現在このように建てられているわけです。その前でバラックが、ークールだと言ったわけですよね。クールというのは英語で、アメリカの英語ではかっこいいというか、ね、素敵だという時に、クールという言葉を使います。 これがまあ、今その岩の前の、ちょ、たまたまこのオバマ大統領が、そう、あの、歩いているところです。この岩ですね。まあ、あのー、もっとね、驚くべき実をたくさん皆さんにお見せいたしますので、皆さんご自身で、あー判断してくださればいいです。そうですね。彼は、How cool is this? と言ったそうですね。 まあ彼は英国政府によって騙されていますあなたもだ騙されていますストーンヘンジ巨石は25キロ北からロンドン共同イギリス南西部にある世界遺産の環状遺跡ストーンヘンジについて 立ち並ぶ巨石の大半が約2 5キロ北方から運ばれたことが英国ブライトン大学などの調査で判明した英国メディアは29日巨石の起源をめぐる謎が解明されたと伝えたロイター通信などによると調査の対象は馬邸系に 踏まれるなどした約50の50のの石から抽出した筒状の細長い資料の入試が可能となり2 5キロ離れた場所の砂岩と成分の特徴が一致したそして次の説には次のようにありますここが重要です1950年代に ひび割れした石を補強した際、作業員の1人が許可を得て記念に石の資料を持ち帰っていた。もう一度繰り返します。1950年代にひび割れをした石を補強した際、作業員の1人が許可を得て記念に石の資料を持ち帰っていた。で、その後 資料の所在は不明とされてきたが米国に移住した作業員が2018年調査目的で資料の返還を申し出たサーセン石は紀元前2500年頃に建てられたとされ最大のものは高さ9メートル。繰り返しますサーセン石は紀元前2500年頃に建てられたとされ最大のものは 高さ約9メートル3 0ンの重さの石もあるそしてこうあります運搬方法は依然不明だが調査チームはかっこ石の大きさを考えると引きずったかローラーのようなものに載せて動かしたに違いないかっこと見ているがどこにもクレーン車で運んだとは 書いてありません広瀬林浜松寺ジャパン Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. Stonehenge has been reconstructed. This is true, and I will show you the fact with evidence. And I have been thinking about Stonehenge these few days, and uh, I found I have found some more mysteries about this uh, Stonehenge ruins. This is a photograph taken in. 1877, and also this is a photograph taken 1885, according to the Wikipedia uh, dictionary. Early 1970s, before construction, there was nothing here uh, on, on the site of uh, Stonehenge, as we see now. And I have shown that uh, fact that uh, Stonehenge has been contracted in after 1950s, after the wars. Was well, the second, and watch here. And this is a uh, evidence. And here you can find a sort of mound, small mound at the edge of the Stonehenge now. And under the construction, you can see the same mound here. This is a uh, sort of a conclusive evidence that some Stonehenge has been built or has been contracted. Uh, was contracted, con uh, reconstructed, contracted, after 1970 and uh, sorry 90 sorry and this is the conclusive evidence that Stonehenge was constructed reconstructed uh, on uh, 1950s and here I with this photo uh, sort of uh, comes from the uh, one of the website uh, in Russia and uh, stones are brought in and uh, built up like this and I just wonder uh, if the Stonehenge now is exactly the same as it it was uh, a long time ago, so I have examined Stonehenge again today to give uh, the subscribers uh, the final answer of mine uh, which is which made me very important because many japanese vi uh, visitors have uh, visited this uh, stonehenge in, uh, after the war anyway and uh, again i have examined and now this is after uh, it was constructed here I just wonder if Stonehenge was uh, destroyed. Destroyed. Why did they destroy The Stonehenge. What for? You know, for uh, what's, what's the reason why uh, they had they destroyed? This is a photograph taken in eighteen seventy-seven, and this uh, next one is eighteen eighty-five. But this picture is a fake. I say, I will ex I show you the fact anyway. So. It says, uh, this, uh, the camera was, uh, d invented, uh, around 18, uh, no, before that, but, uh, sort of a, n uh, camera with a sort of, uh, film, uh, wasn't, uh, not, not film, sort of a new camera was invented 1871. And, uh, uh, maybe the, these, sort of photographs are very rare because, but you cannot see the no shadows here, right? No shadows. Why? Why not? And also, you cannot find any shadows here. Why not? Must there must have been shadows here and very bright under the uh, uh, cargo, uh, right? And here you can see the small shadow here, right? So this is a composition uh, sort of picture, I think. Composition picture. You can see a fun, uh, shadows here, right? Why not? There are shadows, and they're not shadows. Uh, a is here, and uh, up up to the up to the top is, uh, is uh, nose, and two wagons are here. I Just I suppose from the, this photograph. So have a look at this. These shadows of A and and B, and uh, there is no shadow on the wheel behind the wheel. But on the B, you can find a shadow here, right? That means this wagon was uh, sort of a comp composited after uh, on the uh, on the picture. So th this is a composite photograph. So there is no uh, meaning to examine this uh, photograph. This photo is no longer, I say, no longer evidence that Stonehenge was here in uh, 8085. But uh and also, as a you know the, the very strange, you know, to to see this uh, weird sort of tilt In 18, 1875, just after four years later than the new camera was invented, and this is 1885, and just compare them with each other, and you will see that this rock fell, fell down onto the ground. Right, and sort of, there are some sort of differences between them, but uh, yes, uh, this rock has been had been disappeared before uh, eighteen eighty five, and now we can see the same uh, angle from the from the same picture on the Google Earth, and uh, compare with these, with them, and now now we know that uh, both of them are very quite similar. Are no difference, a, a bit different, but uh, no. Dif I can say no. Be, very hard to say that different or not. And after you and I watch uh, next uh, following uh, video. Thank you for very much. I say uh, Stonehenge was uh, re uh, reconstructed after the war. Thank you very much. Hello, this is the Hiroshi Hayashi, Hamama city Japan. The Stonehenge in UK. Is as reborn ruins or more accurately reconstructed ruins? this is a story about it, and this is a very serious story for the British people and British people's honor. This is the original site of Stonehenge in nineteen fifties in Japanese and <laughs> ストーンヘンジの,あの、まあ、敷地ですね、そこに現代のストーンヘンジが建てられました、この道、それから工事を始める前の、まあ、なんて言いますかね、私屈的な穴に注意しておいてください、でこれはですねあの上の方は現在のあストーンヘンジの様子です、道の角度、位置からこの場所が特定できますね、さらに詳しい証拠は後,に後でお見せします。 左下の方は1950年代の敷地です。で、向こうの方の遠くの小さな町から、村からですね、道が伸びてきて、そして細い道がね、ストーンヘンジの横にくっついていることに注意してください。この道のそばにストーンヘンジがあるということですね。もう一やっていますから、ここが非常に重要なところですから、見てください。ということは、あの、下のね、円形の部分がストーンヘンジの敷地であると。そういうふうに、まあ、あの、という証拠になるわけですね。これは今現在グーグルアースから見た、あの、 とこ,ろですけどこの道の細い道の横にあのストーンヘンジンがあるということですね。で、これをもう少し下げてみまして、えー、現在の、現在というか、あの敷地と比較しています。 でこのように、まあ、あの上がグーグラス状を、まあ、視点を下げて、えー、見た様子ですね。そして、道側のちょっとあのあの隠れてますけども、こういう風に道があります。そして、ここに円形のサークルらしいものがあって、でそこに穴が掘られてという感じになっているわけですねで。この円形はいつ掘られたか分かりません。でこれが、まあそこに、その上にこのストーンヘンジが現在、建てられたというわけです。したのは現在のストーンヘンジの様子です。 で、日本に二つだけ、あの、岩が残っていたようですね。あの、これは私のせい、あの、検証によれば。で、この岩の向こうが、あの、ストーンヘンジの敷地だったんですけど何もないということに注意してください。なかったということに注意してください。そしてこれが、ビフォー・アフターになるわけですね。この岩が、あの、ちょうど向きが逆に向いてますから、形が逆になってますので、ちょっとあの、精査しておきます。これも必要な、重要なポイントになりますので。 えー、この岩と右と左が同じ岩だということを皆さんに分かっていただきたいです。で、これを反転してますと、この側線がですね、同じだということなんです。ですから、この岩がまあ一つの基準点になるわけですね。そしてこの、こ、まあの左の向こう側にストーンヘンジがあの再建築されたということです。まあ、それについては、これはロシア側から漏れてきたあの暴露写真ですね。まさに暴露ーホームページです。 で、これはこのように、えー、作られたんだということが、詳しく、てか出てますけども、残念ながらロシア語読みませんが、えー、0数枚の写真が添えられています。で、それをですね、あの、じゅば順番がバラバラでしたから、順番通りに並べな、まあ、通りというか、あの、私の推定するところの順番に並べ直してますが、このように、まず、あの、マーカーをつける、つけられたんですね。 このマーカーの意味がよくわからないんですけどもね、あの、普通は、あの遺跡というのは掘り返して、その後を見つけて、そこにそのマーカーをつけるんだけど、最初にマーカーありきというところが怪しいですね。この岩が、あの、以前からあった岩ということなんです。から反転していますと、形が同じだということわかりますね。この女性の向こう側にストーンヘンジが作られたということなんです。さあ、この小屋を待ってますか、森戸にちょあの注意してください。その横に穴が開いてますね。これでわーんとこう上、上部に湾曲しているのが皆さんお分かりになると思います。そしてここに穴を掘って、まあ、 これししてみた後なんでょ矢印、これを今度横から見たところですね、こういうふうにこう、あとが、ね、左の方にマーカーが見えると、そしてあちこちに敷屈をして、これは全体を掘り返して、その位置を探し,探したというよりも、なんて言いますか、最初にもう立てるのを目的として、穴が開けられたという感じがいたします。 まあ、あの、古代遺跡を再、あの、なんて言いますか、再建するときはこういうやり方はしないと思いますよ。まず、あの、全体を掘り、掘り返して、そして、あの、位置をしっかりと決めてから、あの、なんて言いますか、石を据え直すということをするわけですね。まあ、これを、ここの場合は、イギリスの場合はそういう方法は取っていません。まあ、不思議な、不思議というか、あの、大変こう荒っぽいやり方のように気がします。そして、建設が始まったわけですけども、これらの石はどこから来たかですよね。 あの、はい。そういう問題もあるわけです。そして、まあ、あの、学者風の先生がですね、あれこれ、絵を描いてるんでしょうかね。そして、大型クレーンがやってきて、あの、地面見てくださいね。あの、振り返したことはないでしょう。もういきなり穴を掘って埋めてるって感じがしますね。非常に乱暴なやり方です。大体この辺だろうなっていう、まああ、アングロサクソン的な考え方かもしれません。まあ、ともかくもあの、まあ、日本人のようにあの、制裁ではないということですね。 繊細ではないということ。ごめんなさい。それでこの上にちょんと頭にあの出ている岩がありますが、ありがとうであの基準に、いろんな意味で基準になりますから注意してください。そしてこうして岩を運んで、そして、あの、何てますか、穴を掘って、そして岩を埋めて作っていくという様子がこれで皆さんお分かりになると思います。 えー、大型クレーンが使われています。まあ、しかし、あのー、前もって言ってきますけど、こうしたその再生されたという説明書は、ストーンヘイジに関してはどこにもないですね。はい。どこにも書いてありません。さあ、ここで,です、ね、でこの向こうにあの、これが決定的な証拠になりますから、向こうに先ほど言いました盛り土があるの、分かりますか 先ほど言いました、これが、これが森戸ですね。いいですかこれが、あの、再生されたという決定的な証拠になるんですよ。下が、もうか、あの、よく見といてくださいね。この森戸。間違いありませんね。いいですかこの森戸が、いいですかこの森戸がですね、今度、あの、ストーンヘンジが建てられた後、向こう側に見えますね。わかりますかしかも、下の図は大きいということは、かなり、あの、地接近して、あの、石が建てられることは、これわかります。これが決定的な証拠です。 さあ、こうして、あの、森戸がここにあると。そしてその手前に、えー、岩が建てられ、そしてこの石が置かれて。これで森戸の手前に、あの、ストーンヘンジが作られたということを皆さんに証明できました。これが決定的な証拠です。えー、そしてその周りにどん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 作られていくんですけども、位置はどうやって決めたんでしょうか あの、まあ、位置を決めるときはね、それは後があ,あるかないか分かりませんが、全体を掘り返してから位置を決めるのが普通じゃないかと思うんですよね。そして岩もかなり無造作に置かれている感じがしますね。確かにデコボコに合わせて下に、上の岩には穴があったというようなことが説明にはありますけども、そうするとまた疑問が生まれてくるんですね。こうした岩はどこから持ってきたかということになるんですよね。 でもこうして、えー、作業員たちが岩を置きクレーンで立てているという様子がこれでわかるわけです。少なくとも、ストーンヘンジュは、なんて言いますか、あのー、捏造とまでは言えないにしてもね、あのー、再建築されたものであるということはこれで間違いないわけです。 1950年代以降にですね、写真は1950年代以降としか書いてありませんので、1950年以降に、こうしてストーンヘンジは再構築されたということなんですけども、そうしてみると、まあ、なんていうんですか、ストーンヘンジに関してですね、この位置、星、あの、岩の位置から天文学、天文学的な意味があるとか、影が春分の日を示すとか、秋分の日を示すかという、まあまあ、はっきり言えば最もらしい説明というのは、全部吹っ飛んでしまいますね。はい。 全部もっともらしい説明は。あるいは逆に春分やあ秋分に合わせて岩を並べられたという可能性も出てくる、そういう疑惑も出てくるわけですよね。 まあ、もっともらしく、あの、手門学説をですね、裏付けるために、石を置かれたということも考えられます。この平べったい長い岩、ちょっと大きい岩ですけど、上にちょこんと出てますね。これが、先ほど言いました、ね、基準点になるわけですね。基準点というか、あの、周りに、あの、布団返事が作られていくという様子を示すわけです。で、この岩がですね、1950年代にはここにあるんですけど、これ同じ岩かどうか、ちょっと疑問に思ってますが、多分、まあ、これはあの、同じ、同じ岩だというふうに思いますが、まあ、これはあの、 あとで全く違った岩が出てきますので、これが今言いました岩ですね。これが一番背が高くて頭にちょこんと出てますから、このよ基準で。これが、あの、どっちぐらかが見たかかもわかりまけど、右の側でみんなが集まってもうこここのこの、この辺りで儀式をしているかね、パーティーをしている様子ですね。おーい、できたぞ。じゃあ、中間でみんなでパーティーやろうじゃねえかって感じですね。まあ、要するに、ストーンヘンジが、まあ、作られている過程でですね、まあ、このようにこう、 作られて,いく作られてまさに作られているわけですね。そして、岩が積まれて、な、ま、ん、あの生産もしているのかどうか分かりませんが、あの部分的というか、あの同じ岩をあの、バラバラになってた岩を集めて、こうして組み立てたという可能性は、私はあの否定はしません。 そういう可能性は十分あります。これはあの、岩に、上に岩を乗せるために掘られた、あ,あの、溝、溝というか、突部の溝みたいなもんですね。そして、まあ、あの、埋めていくわけですけども。で、高さもですね、この水平になるようにということで、逆にこう、なってますか、あの、水平にしただけであって、あの、水平になっているってことは後になってから、は、岩は言えないんじゃないかと思うんですね。まあ、要するにこれが、あストーンヘンジンが、 まあ建設ささされていいるととう様子です皆さんもじっくくりとご覧くださいで、まあ、見学者が来て、コンクリートが使われてるんですよ、皆さん、これはとんでもないことなんですよね、あの見る人見たら分かりますよ、古代遺跡を修復するのに、ね、地面にコンクリートを使って埋めて、そして固定して建てたということなんですよ、とんでもないことですよ、これは。 ありえないことをやってるんですよね、まあ、乱暴だと言えば、1950年代、第二次大戦後ですから、あの乱暴なことをやったんじゃないのかなと思います、そして岩もですね木箱に入れられて詰められてきて、もう持ってこられてるってことも怪しいですね、はっきり言って。薪弱で測って、そしてどん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 こう組み立てられていくわけです。 手前のあの、細長い岩ですけども、形がちょっと違うような気がしますよ。あの、古い写真と。後で古い写真紹介しますが。まあ、みあの、表と裏がありますからね、岩の場合は。あの、そうやって見る角度によってかなりあの、様子も違ってきますから、一概には何とも言えませんが。 なんかこういう光景見てみ、てますと、現在のどこかの国のインチキ作業に似てますね。あの、はい。<laughs> どこかの国ですよ。あの、イギリスが、あの、がそうだというわけじゃありませんよ。似ているというだけですよ。何かにしは怪しげな作業ですね。ということで、 岩が建てられていったということなんです。まあ、疑問の第一は本当にその位置に岩があったかということですよね。この荒っぽい、あのー、やり方です。二つ目にはこの岩が本当にもともとあった岩かという問題も出てくるわけです。あ、疑問もね。あのー、一度なくなってしまってるわけですから。下の方はあれ、コンクリートであの補強してありますね、あれ。確かに。 そして途中でこうして宗教的な儀式がなされて現在のストーンヘンジができたというわけです。がしかしここで話が終わるわけではありませんよ、皆さん。さあ、謎はこれからです。これはあの、1855年代の,あの写真です。上にね、あの、服用機のね、飛んでる写真も,も、わざとらしく飛んでる飛行機の,あの写真もありますが、今回見つかりませんでした。ま、過去に見たことが記憶があるんですけどね、これは1877年です。 約20年後ですね。で、これは1950年代の写真です。あの、建設が始まる前の写真です。で、これが現在の写真ですよね。で、これをまあずっと比較してみますと、えー、岩の形がですね、同じようで違う。違うようで同じというか、よく似てるという感じだけなんですね。まあ、例えば順に比較してみますと、皆さんにあとはお任せします。この岩とこの岩。 で、その間に小さい岩があるの分かりますかあれがな、ね、い、今現在ないわけです。この岩がね、なんかおかしいんですよね。この岩もおかしいです。ま <laughs> あおかしいで、これ。で、この岩もね、右と左が膨らみが逆ね,ね、膨らんでいる部分が違うような気がしますね。はい。これはちょっと分かりません。で、下に岩が、これはあの、置いてある様子は同じだと思います。 で、これは倒れているような感じですね。まあ、わかりませんので、皆さんご自身、その都度ビデオをストップして検証してみてください。YouTube のいいところは、こうしたあの、ストップできることですよね。そして自分自身でこう、確認できるっていうところです。で、こうして確かめてみますと、岩の形が同じなの。これ同じのもも,もちろんある,あるような気がします。あるっていうか、ある感じですね。これなんか同じような感じですけども、 上が1 8 8 7なの下が2010年。約、まあね、130年の差があるわけですけども、ええー、こうして順にこの岩を、まあ、あの、同じ岩、岩、岩っていうかね、位置を示しているわけです。で、この岩を、同じ場所の同じ岩を取り上げてみますと、これ同じみ岩だと皆さん思います同じ方いや、ほぼ、ほぼ同じ方向から見てるんですよ。これはね、ほぼ同じような感じもするんですよね。 でも上のカッティングのエッジがちょっと違うような気がします。それからこれなんかも完璧に違いますね。この一番初めの組んでいる岩は。左が現在です。で、上のあの、組みみ型がむしろあの、凹んでなくちゃいけないのに出てますよね。そしてこの下にこう出っ張りがある。これ向こう側の岩なのか手前の岩なのかわかりませんけども、どうもこの形感じも違うと。 で、もう一度この岩を見ていただきたんですが、先ほど紹介しました遠くに岩が見えますね。この向,向こう側から乗船が立って、まあ、ストーンヘンジ側の方を見て写真撮ってます。反転してみますと、同じ岩だということわかりますね。じゃあ、この岩は残ってなくちゃいけないはずでしょ。ところが、まあ、残ってるんですよね。これ1877年の、まあ、この道路側から見た写真の方には残ってる。よく中深くご覧くださいよ。そしてこの岩がですね、現在のストーンヘンジからは消えてるわけです。 あの、この辺りになくちゃいけないんですけども、ないんですね。というような、ことですけども、最も有名な、戦士時代の遺跡であると。で、紀元前2500年から2000年頃に作られたと。で、3100年、紀元前ですよ。3100年後までに、逆ナプルというと。翻るというと。 で、下士の日にヒールストーンと呼ばれる高さ6メートルの玄武岩と云んぬって書いてありますけれども、設計者は天文学に高い知識があったのではないかと考えられる。この設計者っていうのは、1950年代に再建築した設計者のことだっていうふうに考えた方が正しいですね。あの、もう全然あの、なんて言いますか、考古学的な意味はないですね、これで。あの、ヒットンヘンジには。ただの、その、なんて言いますか。 石を並べ直したというだけの、なんて言いますか、遺跡ということになるのではないでしょうか。まあ、0 0年前に作られたというふうに、イギスがええあの英語のウィキペディアでは書いてあります。でも私の結論はですね、まあ、要するにこういうことなんですよ。あの、ストーンヘンジというのは確かにここにあった、少なくとも1855年前にはあった。 ということですよね。見た感じ。写真がそう、正しいとするなら、あの資材、写真もちょっと偽造っぽいんですけどね。しかしそれはその完全に破壊されてしまったと。そして1950年代にはフラットになってたところにですね、第二大戦後に新しく作られたと。で、石はあちこちから集められたけれどもないものは、あー改めて作り直されたということですよね。これが皆さん、ストーンヘンジの真実です。 まあとの判断は皆さんにお任せします。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!